エデュサ駅は、フィリピン国鉄南方方線の駅。多くの PNR の駅と同じように、地上駅である。駅は、マカティの南ルソン高速道路とエピファニオで、ロスサントス通りの交差点、マガラネスインターチェンジ下に設置されている。エデュサ駅は、トゥテバン駅から17番目の駅であり、ブエンディア駅、パサイロード駅と共に、マカティ市内の3つの駅のうち1つである。 次のニコルス駅からは、タギック市内となる。マガリアネスインターチェンジパークの建設に伴う、再開発飛び火のため、インターチェンジ下にあった駅もマカティス政府によって2005年に再建された。結果他の駅と違いエドサ駅は2009年に、PNR が行った南方本線の再生計画の中での再建駅には、含まれなかった。結果として、 かつての長距離列車の対応のために設計されたホームの低い状態になっており、乗客の便宜のため、この駅は PNR 機動車の乗り降りに便利なように上り段がついている。2018年9月10日、PNR は首都のシャトルラインの運転区間をデラローサ駅からフティ駅へ南方へ伸ばすことになり、エドサ駅も新しい延長区間に含まれる駅として運用されるようになっている。 駅の主なランドマークは、チノロセス通りのアルファランドサウスゲートタワーモールである。さらに離れたところに、マガリャネス地区、ダスマリニャス地区、アヤナセンターなどがある。エデサ駅では、チノロセス通りや、南ルソン高速道路のジープニーにアクセス可能であり、南ルソン高速道路にはバスも営業している。他の駅とは違って、駅エントランスの外に、 タクシー乗り場も存在する。MRT-3 の駅である、マガラネス駅と乗り継ぎが可能である。ありがとうございます。